今や一人一台が当たり前になったパソコン。この時代、スマホがあれば何でもできるなんて考えている人もいるみたいだけど、それに負けず劣らずパソコンが劇的な進化を遂げている。その最先端がスマート PC。 軽量でスリムなボディと美しいデザイン、最新機能が多彩な Windows 10を搭載し、卓越した性能を発揮するハイスペック&モダンなプレミアム PC だ。そして自分に合ったスマート PC と出会うこと、それが人生の勝ち組になる条件と言っても過言ではない。そして今日も最高のパートナーを見つけるために、さまざまな人たちがあの人のもとへやってくる。この春におすすめスマート PC コレクション、パワードバイ Windows。 パソコンのことなら何でもござれ。ビッグカメラのパソコンコンシェルジュ、細野井哲也さん。その人に合ったパソコンをマッチングしてくれるスマート PC の達人、マイクロソフトリテール認定エキスパートのバッジ、これが頼りになる確かな証拠だ。さて今日のお客様は、あ、ここがビックロか。パソコン売り場はと、4月からの大学生活で一目置かれるには第一印象が肝心だからな。パソコンはクリエイティブを目指す今の俺にとっての必須アイテムだ。どうかクールでかっこいいやつが見つかりますように。いや、思ったよりたくさんあるな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お客様、本日は何かお探しですか？あの、春から大学で使いたいんですけど、人気者になれる、いやいや、何かおすすめはありますか？何かご用途などご要望はございますか？人と違う感じのおしゃれで目立つような個性がありつつも、だからといってもちろん大学で使うので、ちゃんと授業で使える中身もあって、あとそうそう、クリエイティブな作業もしてみたいんですよ。ってさすがにないですよね。それではこちらへどうぞ。こちらはいかがでしょうか？マイクロソフトの最新機種、ハイパフォーマンスとモバイルが一体となったサーフェスプロ4です。何このデザイン性、ずいぶんおしゃれでキレッキレなデザインですね。こちらのキーボードなんですけども、他にも様々なカラーバリエーションございますので、お好みに合わせてアレンジしていただけます。これがあったら俺注目の的じゃん。こちら2-in-1 の着脱式になりますので、このように簡単に取り外しができます。使い方やシーンに応じてノートパソコンとしてもタブレットとしてもお使いいただけます。電車で移動中はタブレット、学校でレポートを書くときはノートパソコン、旗から見たら絶対にできるやつ、俺かっけー。顔認証を設定しておけば、こちらのカメラでお客様の顔を登録していただければ、お客様の顔を認証して簡単にログインができます。ちょっと実際にやってみます。こちらで自分の顔を一度登録しまして、これでお試しいただけるんですけども、ログイン画面のところで自分の顔を認識してログインすることができます。これなら他の人に使われる心配もない。ご主人様だけを認識して起動するとは、なんて可愛いやつなんだ。細野井さん、他にも何かあるんでしょ？小出しにしないでもっとすごいところ教えてくださいよ。薄さは 8.4mm、 軽さも 786g と軽量なので、一日中持ち歩いていただいても安心ですし、片手で簡単に持てます。持てる持てる持てる、俺の大学生活モテモテなのか。おっと、ここはクールに行こう。失礼。1回の充電で最大9時間使えますので、1日学校でお使いいただいても心配ございません。 CPU もハイパフォーマンスのラインナップが揃ってますので、映像編集、音楽制作、デザインなんかもクリエイティブな用途でもずっと使えます。クリエイティブ、俺が一番弱い言葉じゃん。お客様、最後にこちらのペン、ご存知ですか？何？何なの？なんだこのペンは？次回は、Surface Pro 4が送る新体感、触れる、書ける、タッチ&ペン機能を紹介。これ、便利すぎるって！